黒うどんでいただきまして、こんばんは、お疲れ様です。あー、こんばんは、お疲れ様で、今日はね、こう松菜、あー、こう鉄商店来たらね、入り口入ったらすぐ左側に焼き芋機の機械置いてあるんですね。で、ここパクパクもあるのにね、なんで焼き芋の機械置いてるんだろうですね。中には焼き芋の焼き芋なかったんですけどね、で、スイッチも入ってなかったんですけどね。でも多分こう焼き芋売ってるんだろうなあいう感じでね、まあパクパクでこう焼いたやつをそっちでね保温して2箇所で同時で売ってるのかと思いきや焼き芋売ってましたよ。これ惣菜コーナーにね置いてありましたよ。多分これがあそこに入ってたんですかね、焼き芋っていう機械の中にね。これ163円、芋はねでかいですけど、まあほんとあのね芋っていう感じの芋ですね。あの松永店みたいにクリーミーなね焼き芋じゃないですね。ちょっとこれも食べてみましょう。でもいいお値段ですよこれ。まあ元の芋がねいいんでしょうけど、元の値段176円ですかね。ちょっと高級な焼き芋になってますね。まあ半額だったっていうね。これあと2つ3つありました。でこれはちょっとチンをしてきましたけど、もうちょっと食べたいですね。こんな感じで、まあでかい芋ですけど、どうでしょうか。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。芋は温かいですか。あ、これはねチンしたんでちょっと温かいですね。なぜかねここパクパクで焼き芋売ってるのに、別に焼き芋の機械がね入り口に置いてあって、この芋がどうも売られてるようです。半分に割っとるがな。ね、これもともとの芋はでかいよね。焼き芋の芋もね、あんまり大きかったら大味いうかね、ほどほどの大きさの方がね、甘みがありますね。じゃあいただきましょう。うん、これはね、本当に焼き芋いう感じ、芋を焼きましたいう感じです、うん、でもちゃんと火は通っててね、これはこれでまた美味しいですよ。この芋が違うんですよね、またね。まあここが小田商店いうとこがラム系列に加わったとこなんで、元母体は小田商店にいうとこになるよね。だからラムとは違ったものも並べてたりしますけど、もう芋いう感じですね、焼き芋いう感じ。じゃがいもみたいなね、これじゃがいもみたい。これバター塗ったら美味しいかもしれないですね。バター塗ってたらね、ちょっと甘じょっぱくなって、いや本当これはあのバター乗っけた方が美味しいかもしれないですね。コクうまになって。でもちょっとおやつに食べるには大きすぎる。半分でもいい感じですね。3時のおやつとかそういうね、ちょっとつまみたい時はね、これは結構量がありますよ。男の人でもね結構お腹にたまるんだよ。でも女性の人でもこういうのペロッと食べるんですよね。アルプスあったんですか。あ、ありました。今日は大量に12本ぐらいありました。やっぱこれ大きかったですね。このもう拳台以上の大きさだったんで、これはちょっと大きすぎです。で、ここのパクパクの、まあパクパク閉まってますけどね、入り口のとこにたこ焼きはお一人様5パックまでって書いてあります。あ、じゃあ松永店はね個数制限なしになってますけど、ああいうのもちょっと数揃えないとまた揉める元になりますね。あっちは無制限なのに完食。わあ、やっぱり量が多かったですね。 209g だそうです。このラベルで見たらね、 100g あたり78円ね、価格設定。大阪の堺市ですが、アルプスブレッド見たことがないです。見たことないです。ねえ、あの、松永店もね、やっぱ朝行かれる、ね、コメントでありますけど、10時に行ってもなかったとか言ってね、9時ぐらいに出るんじゃないかいうのは、どっかのね、ブログかなんかで書いてありましたけど、アルプスブレッドは9時ぐらいに店頭に並ぶとかいうのはね、なんか調査した人がいますけど。やっぱりお店で違うんでしょうね、ああいう時間帯がね、品出しの。
ここは多分夕方か夜出してるんじゃないですかね。だいたい夜来たらもうほぼほぼありますからね。